ノートを開き、詳細をタップします。タグをタップし、新しいタグを作成します。タグ名を入力し、追加をタップします。完了をタップして、元の画面に戻ります。 プロジェクトをタップし、タグをタップします。編集をタップし、作成済みのタグを編集します。不要なタグは削除します。編集が終わったら、完了をタップします。 オプションアイコンをタップし、タグを名前やノート数で並び替えできます。空のタグを隠すをオンにします。完了をタップします。タグでノートを分類できます。わかりやすいタグをつけ、ノートを効率よく分類しましょう。